皆さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日は新居のシンク下の収納を紹介します。それではスタート。はい、ということで今回も旧居と変わらずほぼ100均のものを使っているので、まあ、少しでも参考になったらなと思っています。前のお家よりもだいぶね収納も広くなったりしたのでかなり余裕を持って使えているんですけど、まあ、私が気に入って使っている掃除グッズとかもいろいろ含めて紹介していけたらなと思っています。では洗面所の方に行きましょう。はい、お風呂場にやってきました。ちょっとね今回も前のお風呂場ツアーの時と一緒なんですけど別日に撮ってます。こことここに入っているものたちを紹介していきたいと思います。ではこちらを開けます。まあ、こんな感じで収納してるんですけど、まずこちら側左側にお掃除と洗濯系を置いているのでこちら側から紹介していきます。こちらはランドリーって書いてあって、これはねダイソーで買って、この中の入れ物は全てセリアのものを使っています。これはねセリアのもので、ここにランドリーって感じでラベリングをしています。でここにはこんな風に使い分けているので、こういう風にここがね黒だったのでちょっと黒を入れたいなと思って黒に白地のやつでプリントしてラベリングしています。でその奥にこういうお掃除に使う洗濯槽カビキラーと大好きな歌丸クリーナーを置いています。であとこの歌丸石鹸もこれはセリアの入れ物かなにこんな感じで入れて使っています。この下はこれですね、お掃除グッズを入れてます。ここにねジャバとか防カビ燻煙剤、替え用の無印のこのバス用替えスポンジ、こういうブラシとかスポンジも入れてます。あとこの中にメラミンスポンジ、はい、を入れています。でちょっと見えないんですけど奥もねまだスペースがあるので奥にはストックをちょっと置いています。そしてこちら真ん中のところなんですが、一番上にはこちらのダイソーで以前買ったミッキーとのコラボの入れ物の中に洗濯ネットを入れています。これをねここに置いていて、その下にはこんな感じで夏サマーって書いてあるのとバスボムが置いてあります。バスボムはちょっとコストコに行きたてでもう満帆になっちゃって蓋が閉められないのでここの下のとこに蓋を置いていて、こっちのサマーって書いてある方は開けるとこういう感じでサラサラパウダーシートとかレセナ、こういう夏に使うようなもののストックをこの中に入れています。であとはこのストックスキンケアってあるんですけど、ここはではストックはいろいろまあこういうこのね余ったやつの中にこのシェーバーの替えの刃入れていて、ホットのワックスとかあとはこのリーゼの詰め替えを入れています。でこっちのスキンケアと書いてある方がなんか私のものがメインに入っているんですが、あと無印で買った導入化粧液とかこの乳液、それからこのデュオのストックです。あとこのロレアルのダメージケアプロシリーズのストック、パーフェクトホイップのストックですね。ピンクがまだ残っています。あとは私の歯ブラシとか、あとはこれはイベントの時にファンの方にいただいたサボンのボディーローションです。ちょっとまだ今使ってるのがあるのでそれが切れたらこちらを使わせてもらおうかなと思っています。でここのバスボムのところにもイベントとかでもらったバスソルトとかも一緒にねこの中に入れさせていただいています。でこっちは下は夫があのジムとかに行くときに使う用のもので、まあちゃっかり大好きなパーフェクトホイップとかこの肌ラボのこれが結構ねあのスースーしてさっぱりするのでかなり使っているやつです。でこの上側はジムって書いてあるんですけど、今はジムのものではなくいろいろストックが入っていて、奥はこんな感じですね。まだ何も書いてないんですけどシャンプーとかのストックがあります。今はもうずっとこのダイアン使ってます。洗面所のこの下の部分はこんな感じになっています。でこの100均で買ったやつがこうやってね組み合わせたりこう置いているんですけど、ガタガタねこう一個一個ずれちゃうのが嫌だったので、このセリアで買った結束バンドを使ってこういうとことかね、こっちもこういうとことかくっつけてあんまりガタガタ動かないように固定している感じです。白をメインとして収納しています。であとこっちは
こんな感じで、まだね、ちゃんとやってないんですけど、とりあえずここには固定を入れています。クレイツとサロニアと、この小さいコテを入れていて、でこの下はまだ全然入れてないんですけど、ヘアバンド、この、この間紹介した6プラスの箱と、アクセサリーね、取り忘れちゃった時に、置く用のお皿をここに入れています。で、その下は、じゃじゃん。こんな風にパックを置いています。軽く紹介すると、ここら辺に、このミランダの、ヘアパックを入れていて、これは視聴者さんにいただいたものもあったりとか、自分で買ったものもあるんですけど、まだね、1個しか使ってないんですけど、すごいなんだろう、草っぽい匂いがして、もしかしたら好き嫌い分かれそうだなっていう感想です。で、あとこれも視聴者さんにいただいた、このエリプスのヘアトリートメントをいただきました。いっぱいあるので、使うのが楽しみです。あとこれもエリプスのストックと、ここはここら辺もほとんどいただき物なんですが、ルルルンパックですね。もういろんなところのものをいただいたり、旅行行った時にお土産でね、買ってきたよって言っていただくので、もう本当にありがたいです。まずとちおとめとかハワイとかもねいただいたり、九州とか桜、あとは山梨とか、もう本当にたくさんの地方限定のルルルンパックですね。こうやってね、本当は立てて入れたいんですけど、立てて入れると引っかかっちゃうので、まあ、やむを得ずこんな感じで横に入れています。あとまだ使えてないこの朝マスク、セブンで売っているハニーレモンの香りのやつですね。これはまだ使ってないので使います。これも視聴者さんにいただいたパックです。朝用みたいなのでちょっと使うの楽しみですね。あとは今開けているのはこのお米のパック、これはね、なんだかんだ好きで使っています。で、ここの横にサボリーノを置いているんですけど、でサボリーノって、液をなんか、ひたひたにするために、こっち向きで置かなきゃいけないらしいので、私はね、朝、洗顔する前に、上にね、出すんですけど、その時に、こう、下を向けて置くようにしています。で、こっちの奥には、個包装のパックをいっぱい入れさせていただいてます。この、オルフェスっていうのかな、のパックをすごいたくさん、こんなにたくさんも視聴者さんにいただいたので、まだ使えてないのでちょっと使うのがとっても楽しみなパックです。で、ここはこんな感じでした。衣類とかを入れる場所があるんですけど、こっちの衣類とかを入れる場所はパカッといきます。はい、入れていて、上から来客用のタオル、顔を洗う用のタオル、バスタオル、一人で買ってこういう2段になっているものに主人のものを入れています。まあここはちょっとモザイクがもしかしたらかかっているかもしれないんですけど、でそして下、こっちはダイソー、これもダイソー、そして下のこの、これもダイソーです。で実はここにマジックテープがついているんですけど、こうパタって蓋がね閉じられるようになっているものだったんですけど、蓋をつけるとすごい邪魔だったので、私はね切ってしまって、でこういう感じで、まあここは本当はあれなんですけど、ここにシャツとかヒートテックとかを夫と私で分けて入れています。でこっちもね、ちょうどぴったりサイズに合うようにサイズを買ってきて、こっちはセリア、こっちはダイソーのセットで入れています。こちらと一番下にもこのダイソーのものを入れて、ここは収納しています。はい、こんな感じですね。スペースがあるので、ここに衣類は収納するようにしています。と前のうちでも使ってたこのIKEA のものに洗濯物を入れたりしていて、うちの方には洗濯機を置いています。日立の洗濯機を使っております。で横にちょっと三面鏡が上の方高くて届かないので台を置いていて、下の部分に体重計を置けるので体重計を忍ばせております。これはニトリで買ったやつですね。私のメガネを置いています。であとこのこれもね、ハンドソープ、今はミューズを入れてるんですが、ニトリで買ったもので、こっちの隅に夫の電動歯ブラシとゴミ箱を置いています。洗面所周りはあんまり物を置きたくないので、はい、こんな感じにしています。はい、ということでこんな感じが新居でのシンク下の収納でした。できるだけね、見えないように箱に入れちゃったりとかしてるんですけど、少しでも参考になったら嬉しいです。ほぼ、てか、ほぼというか
オール100均でやってるのでコスパはかなりいいかなと思っています。お風呂場周辺はだいぶ片付いてきたんですけど、キッチンとかがねまだまだちょこちょこ進めてはいるんですけど、まあ生活できればいいやみたいな感じになりつつあるので、また完成したらいろいろと紹介していきたいと思います。ルームツアーもすごくリクエストいただいていたんですけど、どのタイミングでやろうって感じで今悩んでいます。ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなとか楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、そちらもフォローしてください。それではバイバーイ。